ウイングとは翼を意味し、サイドを切り裂く役割を与えられたポジションです。攻撃的なサイドアタッカーで、スピードとドリブル突破、クロスを求められます。ウイングは1960年から1980年代に世界の主流であったフォーメーション433で配置されていました。しかし1980年代の後半からフォーメーションの主流となった442によってウイングというポジション自体がなくなっていきます。1990年代に世界的に流行した442のフォーメーションのプレッシングサッカーを打ち破るために、2000年代以降に433また451のフォーメーションが主流となってくると、ウイング再評価の流れが始まりました。現在はドリブルで1人抜けるウイングの選手を持っているかどうかがチームの攻撃力を大きく左右する要素となり、ウイングに高い市場価値がつくようになっています。カタールワールドカップでは三笘薫、伊東純也の両サイドは日本代表歴代最強だったのではという声も多く上がりました。そこで今回は三笘と伊東に至るまでの日本代表のウイング史について紹介していきます。皆さんの印象に残っている日本代表のウイングは誰でしょうか。清水東から明治大を経て三菱重工に入団、大学浪人中に A 代表デビューを果たし、明治大在学中に東京オリンピックに出場した杉山隆一、当時の日本代表を8強に導く原動力となりました。1968年のメキシコオリンピックではスピードに乗ったドリブルとテクニックで左ウイングとして5アシストを記録し、銅メダル獲得に貢献、その名を世界に轟かせています。左サイドから突破してクロスが役割の杉山は、その活躍から黄金の左足、20万ドルの左足と称されました。しかし実は右利きで、両足からセンタリングを供給するウイングでした。この時代の20万ドルは現在価値で2億円くらいになるのですが、移籍金が高騰した現在では時代が違いすぎて凄さが伝わらないですね。1964年の東京オリンピックで日本代表はアルゼンチン代表に勝利する番狂わせを起こしています。その試合で大活躍した杉山をアルゼンチン側が20万ドルで連れて帰りたいと言ったことから、20万ドルの左足と言われるようになったとのことです。日本でウイングといえば杉山から始まったと言っていいでしょう。奥寺康彦は当時最強と言われていたブンデスリーガで1977年から1986年の9シーズンをプレーします。奥寺は本来は左ウイングの選手ですが、その器用さ、能力からミッドフィルダーやディフェンダーも任されていました。当時のドイツブンデスリーガの外国人枠はたった2人という時代で、通算234試合26ゴールという実績を残しています。ケルンで1977-78シーズンにブンデスリーガ優勝、ドイツカップ優勝と2冠を達成しており、もちろんレギュラーとしてチームに貢献しました。強烈なシュート力、相手を置き去りにするスピード、強靭なフィジカルを持ち、両足ともに高いキック精度を誇るプレースタイルから東洋のコンピューターと呼ばれることになります。メキシコオリンピックの後の日本サッカー低迷期に個人で海を渡り結果を出した奥寺は、海外移籍のパイオニアの一人と言えるでしょう。その後、世界的な442の流行で日本でもウイングが使用されることは少なくなってしまいました。ブラジルパラナ州マリンガでプロサッカー選手ウィルソン・ドス・サントスの長男として生まれたサントス・アレサンドロ。留学生獲得のためブラジルを訪れていた明徳義塾高校サッカー部のジョゼ・カルロス監督に練習試合でのプレーを高く評価され、1994年6月に明徳義塾高校に入学。その後1997年に清水エスパルスに加入。1999年に左アウトサイドに定着すると、左足からの正確なクロスボールとスピードに乗ったドリブルで左サイドを制圧し、チームを優勝へ導き、史上最年少の22歳で J リーグ最優秀選手賞を受賞しました。左サイドで縦へのドリブル突破から左足でクロスボールを蹴ることを得意としたサントスは、2001年に日本に帰化すると、2002年日韓ワールドカップ、2006年ドイツワールドカップで活躍し、母国ブラジル代表との試合で玉田圭司の先制点をアシストしています。イングランドとの強化試合で小野伸二に完璧なクロスボールを通したシーンが個人的には印象的でした。ちなみに現在45歳になったサントスですが、母国ブラジルにてクラブチームのオーナーを、
報酬ゼロで運営しているそうです。というのも地元の近隣に不動産をいくつか所有しており、不動産収入で十分なお金があるとか。サッカー選手としてだけでなく投資家としても成功しているようです。京都サンガからフランスリーグワンに移籍してレギュラーとして長く活躍した松井大輔。スピードがあるわけではないですが、俊敏でトリッキーなドリブルで相手を翻弄するプレースタイルでした。フランスリーグでの活躍からドイツワールドカップメンバー入りは当確と見られていましたが、ワールドカップメンバーから外れてしまいます。4年後の南アフリカ大会の松井はグループリーグと決勝トーナメント1回戦の計4試合にフル出場。この大会で躍進のきっかけとなる初戦カメルーン代表戦では、相手にキックフェイントから左足でクロスボールを本田圭佑にピタリと合わせてアシストを決めています。ファンタジスタといえば松井のトリッキーなドリブルを思い出す人も多いのではないでしょうか。2008年にセレッソ大阪に移籍すると、香川真司とゴールデンコンビを組み J1 昇格へ導いた乾隆。高いドリブルテクニックと周囲との連携で左サイドを崩すプレースタイルで、カットインからのシュートも得意な選手です。先に海外移籍して成功を収めた香川の後を追うように2011年にブンデスリーガのボーフムに移籍し、その後フランクフルトでもプレーし5シーズンドイツでプレー。2015年にリーガエスパニョーラのエイバルに移籍し、ベティス、アラベス、再びエイバルと日本人選手にとって活躍が難しいとされるリーガエスパニョーラでプレーし続けました。2018年ロシアワールドカップでは香川とのセレッソコンビが復活して躍動、2点を決めてベスト16進出に大きく貢献しました。前世紀の乾は代表でもクラブでの試合でも際どいコースにシュートを放っており、かなり無双していたイメージがありますね。スピードを持ち味にしているというよりはコースの切り分けがうまかったことが乾が活躍できた一つの要因ではないでしょうか。メディア露出も多かったことから世間の知名度もかなり高い選手の一人ではないでしょうか。乾の3歳年下の左サイドのドリブラーで、身体能力が高くスピード、スタミナ、強靭なフィジカルを持つ原口元気。2018年ロシアワールドカップではアジア予選で左ウイングとして4試合連続得点を記録する大活躍でしたが、直前でハリルホジッチ監督が解任されたことで序列が変化。本大会では乾隆が左ウイングとなり、本職ではない右サイドを任されることに。右サイドでもハードワークを欠かさなかった原口は決勝トーナメント1回戦のベルギー戦で先制点を決めています。森保ジャパンでの原口は三笘の台頭によってポジションは左サイドから中央のポジションになり、中央で存在感を発揮できず最終的にメンバーから漏れてしまいました。代表選外の報道が流れた時の多くのサポーターによる原口は必要の声を見ると、代表における原口の存在感を再認識させられますね。しかし原口不在の森保ジャパンは皮肉なことに歴史に残る結果を残していますので、このタイミングでの世代交代だったのかもしれません。個人的にはもう少し代表での原口を見てみたかったですね。高校時代まで無名でしたが、今回のワールドカップで一気に知名度を爆上げした快速右ウイングの伊東純也。ロシアワールドカップメンバーに選出されなかったことが謎なほど J リーグで大活躍していました。右サイドをスピードで縦に抜き、クロスを上げるのが伊東の得意なパターンです。森保ジャパンでは初戦から招集され、2019年にベルギーリーグに移籍すると得点数が伸び、ドリブルにも力強さが増して、2021年にフランスリーグワンに移籍しても活躍を続けています。カタールワールドカップアジア最終予選では4ゴール2アシストを記録してワールドカップ出場権獲得に大きく貢献。伊東がいなければ最終予選突破は不可能だったと言われるほどの大活躍でチームに貢献しています。カタールワールドカップ本戦では守備に追われた部分はありましたが、右サイドで相手の脅威となり続け、幾度となく得点に絡む演出を見せました。全試合を通してフィールド上を走り回り、攻守にわたってチームに貢献。個人的には全ての試合で走り続けるスタミナと、これまで大きな怪我なしで活躍しているのが恐ろしいです。現在29歳とピークに差し掛かっていますが、伊東のスタミナが4年後も健在であれば、ぜひメンバーに選ばれてほしい選手ですね。筑
波大学時代から森保監督に認められ、東京オリンピックを目指す代表に招集され続け、今大会でエース級の活躍を見せた三笘薫。川崎フロンターレに2020年に入団すると、1年目から2桁得点を記録してベストイレブンを受賞。東京オリンピックではコンディション不良で出場機会が限られたものの、3位決定戦のメキシコ戦で後半途中出場すると1得点を決め、圧倒的な存在感を示しました。カタールワールドカップアジア最終予選ではアウェイのオマーン戦で後半から途中出場し、決勝点となる伊東純也のゴールをアシスト。アウェイのオーストラリア戦では途中出場から決勝ゴールを含む2得点を決める活躍で、ジョーカーとしてワールドカップ出場に貢献しました。カタールワールドカップでも存在感抜群のドリブルで切り札として起用され続け、スペイン戦では1アシストを記録しましたが、数字以上に残したインパクトは大きかったでしょう。緩急をつけ相手の逆重心を取るドリブルは1対1で止められる選手は世界を見ても限られているのではないでしょうか。左サイドで三笘に1対1を仕掛けさせる状況を作ることは戦術三笘と呼ばれるようになり、今回ワールドカップでウイングというポジションの重要性を世間に示したのではないでしょうか。いかがでしたか。今回は日本代表のウイング史を紹介しました。日本代表はパサータイプの選手が重宝されがちで、いいドリブラーがいても活かしきれない選手が多かった印象があります。カタールワールドカップで日本人ウイングが世界的にも通用することが分かったので、伊東や三笘を見て育った世代のドリブラーが楽しみです。皆さんは期待しているウイング、記憶に残るウイングはいますか？コメント欄で教えてください。